今日はですね、吉祥寺のフィスキーさんにお邪魔してまして、ちょっといろいろお話をお伺いしたことあるんですけど、まずちょっとせっかくなんで、素敵な靴いっぱい置いてあるんで、靴をですね、ちょっといくつか見せていただきたいなと思ってまして、いいですか、ちょっと触っても、はい、どうですかね。まずどの辺がやっぱり定番というか、このパンチのキャップとかそのあたりですか、ね。一応うちの靴が、はい、内バネと外バネと、はい、ローファーっていう基本3つのスタイルでやってるので、はい、まあ、今くすみさんが持ってるのが内バネの、そうですね、靴になります。めちゃめちゃ素敵ですね。これパンチドキャップの内バネっていう感じですね。はい、はい、ちょっとこうつま先のあたりは丸みがあるシルエットですけど、そうですね。で、紐靴は一応今くすみさんが持ってるオーセンティックな、はい、まあ、ちょっと丸みのあるラストと、はい、あとはちょっとドレスっぽいラウンドとスクエアタイプの3つがあります、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、本当だ本当だ。例えばこれは、はい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 、これはスクエアっぽいやつですね。あ、そうですね、これ素敵、つま先の形状が、はい、ト、は、ゥ、い、シェイプが、そうですね。で、それはまあオーダーするときに好きなものを選んでいい。あ、そうですね、要するにこのラストはこのデザインしか載せられないっていうやり方じゃなくて、あ、はいはい、例えば今お持ちの U チップのスタイルを先ほどのパンチドキャップのラストに乗せるってこともできます。はい、すごい。あ、じゃあ例えばですけど、この、U チップ言ったら、このモカのところがスクエアになってるじゃないですか。はい、でこのラウンドに乗るとそこってどうなるんですか。そこはトゥーシェイプに合わせて、はい、ラウンドにします。すごい、そんな、あ、じゃあ結構型紙のあたりまで修正をそうですねされる感じですよね。はい、します。へえ、これレディース、はい、でうちは一応メンズもレディースも、はい、メンズにしかないデザイン、レディースにしかないデザインっていうのはなくて、はい、もう全てのデザインとモデルがメンズもレディースもあるっていう形でやってます。めちゃ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 可愛いですね、これ。これ革なんですか。それはバッファローです、ね。あ、そうなんですか。うん、バッファローこんな感じなんだ。へえ、ありがとうございます。ちょっとローファーとかも、はい、この辺はもうまさしくオーセンティックというか。そうですね、まあ、オーセンティックなコインローファーで、ローファーは一応今お持ちのオーセンティックなラストと、はいはい、あと下の方にあるタッセルローファーのちょっとドレスっぽい。はい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 、ローファーはあ、いっぱいある、はいはいはい、あ、そうですね、その二方でやってます。なるほど。でフィット感は基本的には変わらないんですけど、はい、トゥーシェイプが違うっていう、そういうスタイル。なるほど。 この辺りだけ、まあ、着型によって変えてるってことですね。そうですね。タッセルですね。でこれはレディースですかね。そうですね、レディースのも、はい、オーセンティックなスタイルとちょっと、トゥーシェイプが長いスタイルっていう風にしてます。こちらはレディースになります。かわいい。じゃあこのそのモカも別にメンズでもできるっていう、はい、そうですね。そこはこれはうちに置いてあるのは一応デザインの一例なので、はいはいはい、まあ、そこはお客様と話してヒアリングしながら、うんうん、決めていくっていうような形になります。なるほど。ダービー、プレント、そうですね、ダービーで、はい、はいはい、これはプレントダービー、これもすごくオーセンティックで、なんだろう、本当にシンプルっていう言葉がちょっとふさわしいのか分かんないですけど、これもめちゃめちゃ綺麗ですね。なんだっけ、ストームウェルト、ストームウェルト、そう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 素敵です。これも結構ラウンドのシルエットですね、つま先が、はいはい、あとはブーツとかもじゃあちょっとお借りして、この辺メンズですかね、はい、そう、あ、そう、これメンズ、それメンズです。これメンズ、はい、サイドゴアブーツと、はい、サイドゴア、ブーツはサイドゴア、あとはレースアップの土産のブーツと、はい、あとジョッパーが一応あります、ね、あ、本当だ、3種類ありますね。ちょっとこれレリースだと思いますけど、はい、こういうで基本そのパターンオーダーというか、なんて言うんだろう、なんていうのが正解ですかね。まあ一応カテゴリーは MTM になるんですけど、はい、MTM、メイドトゥメジャー、あ、そうですね、はいはいはい、だから
そのパーツによって、まあ、革は結構自由に選んでも大丈夫ってことですよね。あ、そうですね、はい、そこにサイズの調整もできるっていう。あ、はいはい、乗せ工とか幅張りもしてくださるってことですね、はい、かなり自由度の高い。そうですね、なんでちょっとホームページとか SNS じゃ書ききれない部分もたくさんあるそうですよね。これもまた面白い革。これ何ですか、革は。クードゥっていう。これクードゥなんだ、はいはい、へえ、すごい素敵。はいはい、これレディースですね。そうですね、はい、オールカット、かわいい。ちょっとラウンドが強めの、うんうんうん、すごい素敵です。グルカサンダル。そうですね、まあ、それはちょっと今の時期だとそうですね、あのあれなんですけど、うん、まあ、それだけハンドソンウェルテッドじゃなくて、はい、まあ、ブラックラピトとかっていう製法があって、あ、はいはいはい、ちょっとその構造上デザインとの関係性でハンドソンウェルテッドにできないデザインなんですよ、ね、はぁ、マッケーグッドとかブラックラピトって呼ばれてる作り方で、はい、作ってます。へえ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そっかそっか。構造の説明すると、あ、全然そうですね。ちょっと長くなっちゃうんで。はい。あ、例えばこれはレディースだと思いますけど、こういう。そうですね。バンプがちょっとヒールの方まで流れたようなロングバンプの。長くてで別の革使っててみたいなものもありますね。パンチルキャップで。これかわいいな。はい。はい、あ、これあれですね、キャップがシームレスというか、なんていうんだろう、イミテーション、そう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 、はあ、で多分この辺がなんていうか、あの割と人気というかよく出るものですね。そうですね、はい、で、あのデザインとしては、まあ、オーセンティックってさっきおっしゃいましたけど、あんまりこうなんでしょう、特別な、ちょっと言い方はごめんなさい、ふさしくないかもしれないけど、特別なことをすごくしてるっていうよりは、あのオーセンティックなものですごく綺麗な靴を作られてるっていう印象なんですけど、うん、なんかデザインに関してなんかどういうふうにこう例えばバランスとか決められたかっていうのはなんかお考えとかありますか。入江さんがデザインされてるんですよね、全部。あ、そうですね、そうですよね、はい、うん、まあ、そのデザインは、はい、僕はそのなんかいわゆるデザイナーというかデザインすることだけが仕事じゃないんで、はいはいはい、まあ、デザインをして、まあ、その作り手でもあるんで作りやすいかどうか、確かに作りやすいってなんかちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ結局作りづらい型紙引くと、まあそれってどこかに歪みが出てくるんで、作りやすくて、でなんていうんですか、僕はそのデザインが降ってくるってことはもう全くないんで、あのあるその基準をもとに全部その型紙を起こしてるんで、例えば同じストレートチップを引けば、うん、毎回同じデザインになるんですよね、靴って結構特殊で、はい、立体でデザインしたものを一度平面に戻して型紙を作って、うんうん、 そうですね、それをまた立体に戻す作業なんで、はい、だからそこで絶対矛盾が出るんですよね、はいはい、面白い面白い。だからなんかそこを、まあ、どういうふうに、はい、なんていうか矛盾を取り除いていくかなんで、はい、まあ、その型紙を作る時って結局そのなるべく何度同じ型紙引いても同じような結果になるようにしなきゃいけないんで、ああ狙ってそういう同じ結果になるように考えてやってらっしゃるってこと。そうですね、まあ、でもそれが正解かどうかは分かんないですけど、まあ、あのなんでこう今年引く内バネの型紙と来年引くのは、まあ、来年引いたやつの方がブラッシュアップしていった方がいいじゃないですか。はいはいはい、なんで、まあ、結構毎回ありふれたデザインでも、はい、まあ、結構新鮮な気持ちでやってるっていう感じです。ええー、面白い。今基準があるっておっしゃったのは、その、まあ、今まで、ね、多分いろんな OEM とか受けられてきていろんな靴多分作られてきたと思うんですけど、そこで培った井出さんの中の感覚的なもんですか、それとももっと数値化できるというか。いや、もっと結構具体的で、例えば内バネの靴だと、はい、ここに切り返しの部分があって、うんうんうん、これが 上っていうのが正しいんですかね、はい、 こっち側に上がれば上がるほど足が入らなくなってくるんですよね、はいはいはい、この
パーツが前に行けば行くほど足を入れやすくなる、うん、そうですね、まあ、結構そういう単純なものなんですけど、でもここの切り返しのポイントをどういうふうに決めるのかっていうのは、はい、まあ、木型からその数値がその起点を打つパーセンテージっていうのが決まってて、うんうんうん、必ずどんなこのラスト以外にも どのラストでやってもその起点が来る場所っていうのパーセンテージで決まってるんで、はい、そういう結構なんかその自分のその感性とかで木型にデザイン線描いていくってことはないです。はあ、そうなんだ。なんか履けなきゃしょうがないんで、まあ、例えばこういうありふれたデザインでも、はい、もうここの羽をめっちゃ小さくしようとか、うんうんうん、まあ、デザイナーさんによっては考える人がいるかもしれないですけど、はい、まあ、それは足入らないですよと、はい、ああそっかそっか、 OEM の仕事で来た時に、で、まあ、そこを攻めれば攻めれるだけ攻めてくださいってオーダーがあればやるけど、やるけど入らないですよっていうのが、はい、まあ、結構結果に出たりするので、なんていうかその突飛なデザインとか、はい、その特殊な構造は基本的にはしてないですよね、うんうんうん、なんかそのまあもちろんねファッションの一部でもあるじゃないですか靴っていうのは。だからあの見栄えのいいものを作ろうっていうお考えはもちろんあると思うんですけど、それよりはちゃんとその例えば足が入るとか履いてて痛くないとかあと疲れないとかそういう機能的なところ、道具として着やすいものを作りたい、でそういうところにこう注力されてるっていう感じなんですかね。そうですね、うんうん、なんていうかこうやっぱり自分たちがブランドでやってるものって、はい、かっこいいとか素敵でしょうとか、はい、もう本当に美しいとかって、はい、こう自分たちがやっぱ自信持ってやるのって、まあ、まあ必要だし、うん、まあ、そうあるべきだとは思うんですけど、はい、もっとシンプルで結構なんて言うんですかね、はい、こうそんなに斬新な他では見たことないデザインをうちでやりたいっていう考えは基本的にないんで、はいはい、まあ、その、うん、なんていうんですかね、やっぱ革靴のデザインってそんなにもう、うんうん、まあ、そのブランドごとにキャッチーなモデルってあると思うんですけど、はい、うちはあんまりそういうのがないんで、はい、まあ、ないっていうとなんていうか、まあ、自信がないわけではなくて、うん、もちろんもちろん、うん、なんていうかこう、まあ、お客さんがホームページとか SNS とか、はい、まあ、こういう動画を見ていただいて、はい、来てくれた時になんか理屈じゃなくてあなんかいいと思ってもらえるものを用意しておこうっていう感じなんで、はい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 、まあ、僕もその洋服とか好きですけど、うん、まあ、基本的になんていうか流行りとかはよく分かんないんで、はいはいはい、まあ、自分に合ったものを着て自分に合った色味のものを身につける、はい、まあ、その、まあ、靴だけで歩いてるわけじゃないんで、うんうん、まあ、洋服との兼ね合いとか、はい、まあ、そういうのも含めて選んでもらいたいんで、はい、何かこれだけ目立ったものになるようにしたくないっていうのがやっぱり一番大きい、はい、うーん、デザインが特殊でなんか尖ってて、うん、奇抜で好きとかっていうところは別に狙ってはないっていうことですよね。そうですね、なんかデザインについては、うんうん、例えば何も決めてないお客様もいれば、あ、お店に来た時に、あ、そうですそうです、はいはい、もうこれが欲しいっていう方もいて、うんうん、何も決めてないお客様にはどういうシチュエーションで履きたいかとか、はいはいはい、どういう洋服と合わせたいかとか、はい、まあ、僕なりに提案できることはいくつかあるので、はい、手ぶらで来てもらってもいいですし、うん、もうピンポイントでこれが欲しいって来てもらっても、まあ、それどちらでもよくて、はい、まあ、大体まあ、1時間から2時間ぐらいかけて接客させてもらうので、長い時もありますね。まあそうですね、はいはい、まあ、それはやっぱりなんか余談が多いというかまあでもなんかやっぱり結局作ってる時って、ね、はい、うちのブランドを選んできてもらった人に限っては、はい、やっぱりその人たちの一応顔が見える仕事してるんで、うんうん、それがなんていうかこう栄養になるっていうか、うーん、なんていうかこう作ってる時の、はい、モチベーションというか、まあモチベーション、まあモチベーション、まあ、そうですね、うんうん、なんていうかこう
あのプラスアルファになるんで、あ、まあ、そういうことか。そうですね。なるほど。だからあの人はこういうなんとなくイメージで、なんとなくこういう多い服着てたから、うん、まあまあそういうこともありますし、はい、あのお子さんがいたなとか、あ、へ、これはこういう時に履きたいって言ってたなとか、はい、うんうんうん、まあなんで結局もう結構靴って見えないところが多いじゃないですか。足が入ってるこの中の状況も見えないし、はい、見えてるのってこの上側だけなんで、そうですね、まあその見えないところをどういう風にしていこうかとかっていうのって結構、まあ、まあまあマニアックな話になっちゃうのであれですけど、はい、大事かなと思って。へー、そういう取り組み方を考え方をされてるんですね。一応ここ吉祥寺の、まあ、駅から9分ぐらいで8分ぐらいかなで来れるわけですけど、基本的にはいつ来てもいいっていう感じなんですか。そうですね、まあ、もちろん予約とかねした方がいいんでしょうけど。そうですね、基本作業場兼アトリエなんで、はい、あの今ここを綺麗にしてますけど、ここに革があの広げてあったりとか、はい、届いたものが、あ、そうです、荷物が届いたりとかして散らかってる時があるんで、はい、まあ、急に来ていただいてももちろん対応できるんですけど、ちょっと待たせてしまう可能性があるんで、はい、うん、あとはそのお客さんとバッティングしたりとかするとやっぱりどうしても一組しか見れないんで、うんうん、まあそうなったらせっかく来ていただいたのにもったいないので、はい、もうあの事前に、まあ、SNS のダイレクトメールでもホームページのアドレスでも、はい、まあ、電話でも、まあ、基本的にあのすぐ対応できるんで、はい、あの固定したこの日は絶対いないって日はないんで、まあ、そうですか、もうお客様のスケジュールとこちらのスケジュールが合えばいつでも大丈夫です。はい、あ、そうですか。ブランド始まったのは、ちょっと前というか 2,3 年前とおっしゃってました。あ、そうですね。そうですね、だから割と最近っちゃ最近っていう感じですもんね。最近って言ったらあれだけど、 でも、靴の仕事はずっとされてるじゃないですか、うん、それは どれぐらいされてるんですか。靴始めて、はい、から16年ぐらい経つのかな、ね、結構長いですよね。そうですね、はい、最初は普通に靴の教室に通ったところから始まって、はいはいはい、で飲食店で働きながら、もう生活があるんで、うんうん、飲食店で働きながら靴を作って、はい、でも僕の場合はその靴で生活するぞみたいな感じで始めたわけじゃないんで。あ、そうだったんですか。あ、そうですそうです、はい、あのもう本当に趣味で始めて。あ、じゃあ別に靴職人さんになろうとはその当時は思ってなかったんですか。いや、全然思ってないです。そうなんだ、はあ、でもっと正確に言うとこっから靴職人だっていう日も ないです。そっか、まあ多分それはきっとなんかお仕事を受けられたりした日からがそうなんでしょうけど、なんかそこがすごく明確にあったわけではなく、ご自身の中で。あ、そうですね、まあ、でもそれで言ったらその税金の申告とかしなきゃいけないんで、個人事業主したの、はい、その申請をした日が、まあそうだとするんだとすれば11、はい、年ぐらい前に開業届を出して、はい、まあ、今は会社にしてるんですけど、うんうん、まあ、個人事業主でずっと10年以上やってるっていう形ですね、うん、まあ、それで飲食店の仕事が例えば最初が週6回だったのが5回になり、はい、4回になり3回になりみたいな感じで、はい、忙しくなっていったというか。そうです、なんかよく30までに何か、うん、あの結果が出なきゃやめようとかそういうのもないです。もうあの飲食店の仕事を、はい、よりも靴のその仕事が増えてってフェードアウトしてったみたいな感じです。ああ、そうなんですね。なんかこうなんていうか、お人柄もすごいゆったりされてる感じあります。言われませんか。まあどうですかね、喋り方とか。あんまり怒ることないですか。怒ることあんまりないと思いますよ。あのあんまりその機嫌に波がないと思います。ああ、なんかそんな感じするな。ただそんななんかめちゃくちゃ喜ぶとかもないですけど、ね、うん、そう、あ、そうなんですか、逆に。へえ、だからこう結構なぎな感じです、ね、あ、そうですか。え、いや、その靴をなんか別に何かを心さそうと思って趣味で始めた靴だったけど、はい、それがどういう形で、うん、まあ、今日にまでつながってきたのかっていうところはなんか、まあ、なんすっごいざっくり言うと、はい、まあ、どんな仕事でも、うん、例えば最初ちゃんと会社に所属して、はい、そのノウハウを学ぶじゃないですか。はい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 、まあ、いきなり、まあ、靴であっても洋服であっても、はい、
まあ、飲食店でもそうですけど、料理が好きだからお店開こうってなんないじゃないですか、うんうんうん、特に今だったら YouTube とか SNS の情報がたくさんあるんで、うんうん、それこそ勉強って、はい、そのテキストがたくさんあるじゃないですか、はい、でも僕がまあ靴を始めた時って、まあ、それどんな業界でもそんなテキストって、うん、まあ、資格を取るもの以外に関してはあんまりその、はい、なんていうんですかね、うん、なかったと思うんですよね。靴は特になさそうですね。そうですそうです、うん、すごい閉じた世界だったんで、はい、あのもう教室学校っていうのをもう本当に数えられる、はい、まあ、今でも数えられるぐらいしかないと思いますけど、はいはい、まあ、一番最初はもちろん家族とか友達とか、はい、うん、あ、そういう方の靴を作って、そうですそうです、でもそれってみんなやることじゃないですか。あ、そうなんですか、やっぱり、まあ、多分靴を作り、うん、革靴作れる人って会ったことあんまりないじゃないですか。まあ、久住さんの場合はその好きな世界にいるからたくさん知ってるけど、多分一般的にはすごい少ないと思うんですね。そうですね。まあ、そこでまあ珍しがられて、まあ友達とかその知り合いに作ってよっていうので、もう本当に材料費だけでいいですとか、最初はそんな売れるものでもないんで全然あの作らせてくれるだけでいいですみたいな感じで、まあ、勉強も兼ねてみたいな。そうですね、だからもう本当になんか趣味に没頭してるみたいな感じで、でもすごい明確、僕なんか特殊で明確なその夢とか希望がなくてもとにかく毎日できるんですよ。あ、へえ。多分それ結構珍しい。僕そういうタイプなんですよ。割と。そうなんですね。はい、割と僕も割とフラットなんですよ。こう見えて。はいはい。はい、あの、わかります。その感覚。はい。はい、いや、で、まあでもそれって、まあ、蓋を開けてみればですけど、はい、あんまりそういう人いないじゃないですか。うん、だから結構早い段階で脱落しちゃうと思うんですよ。うん、で僕はなんか。でそれそのとにかく淡々とやり続けることができたから、はい、まあ、同じ時期に始めた人がやっぱ生活ができないからやめてくという中で、うんうん、単純に特殊な能力があったわけじゃなくて、まずそこでその、はい、淘汰されてく中でさ、なんか分かんないけど生き残ってる、続けることがみたいな、継続こそみたいなやつですか。そうです。で続けてくと、はい、僕はその東京だと浅草にその靴のなんていうかこう村があって、まあそこの、まあ、この東京って、あの吉祥寺って東京の西の方なんですけど、そうですね、西の方で生まれ育ったんで、あの東の方があんまり肌に合わなかったんで。あ、そういうのあるんですか。あ、そうです、浅草が嫌だとかっていうなんかことではなくて、うん、まあ、ちょっと空気感が、まあ、僕はこっちの西の方が良かったので、はい、こっちにでやってると、あんまりなんていうかその靴の業界のことに触れずに自分のペースでできたんです、ね、うん、なるほど、それが良かったのかもしれないですね。そうですね。で続けていく中で、ま、あんな人いるよみたいな感じで、多分その仕事を、うん、まあ、最初その外注の仕事とかが来て、はい、まあ、それをもう本当にこなしていくというか、うんうん、まあ、分かりますよ。お客さんに求められていることをやって、はい、それがお金になって、はい、でなんか僕は全然営業とか全くしないんで、あ、 はい、その人がまた紹介してくれたりっていうので、うん、まあ、あとは大人になると洋服を買いに行ったりすると、はい、お仕事何されてるんですかって聞かれるじゃないですか、はい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 、まあ、その中で、まあ、靴作ってますっていうと珍しがられて、はい、そうですよね、そのお店がうちの靴作れないっていう形で、なんかその靴ってまたその問屋さんみたいなものがあって、要するに作る人と販売するあのお店の間に問屋さんみたいなのがあって、その問屋さんが結構力を持ってたりとかするんですけど、でも一番いいのってこの問屋を介さずに直接お店とやり取りできれば、うん、この中間マージンがないじゃないですか。そうですね、すごく大事なところですね、はい、うん、なんで、で決済権を持った人が、うんうん、あの直で取引すればスピードも速いし、確かに確かに、僕の外注のお客さんってそういう人ばっかりなんで、はあ、まあ、今だと結構主流というか、はい、そうですね、この間に入ってる
振り屋さんとかディレクションする人ってよっぽどパフォーマンス見せれなかったら存在するの難しいじゃないですか。確かに確かに。だからまあそういう形で直接お店さんのオリジナルの靴を黒子で作るっていうのを、うん、その自分で回せる限り取ってったら、はい、まあ気づいたらそれで生活できるようになってたっていう。すごい。じゃあそこでまあいろんな靴作られてこうご経験されて、まあ、仕事も増えていってみたいな感じだったんですね、はい、そうですね、うんうん、本当に、まあ、紆余曲折いろんなことありましたけど、あ、ありました、まあ、本当にざっくり、はい、ありますよね、それはね。そうですね。今おいくつでいらっしゃいましたっけ。今年で今年39だ、今は38歳です。8だから、そっか、今年度38歳の年ですね。今年度38歳です。そうですね、来年度。あ、そうです。そっかそっか、それはそうですよね、動きを消さありますよね。はい。で今じゃあ、靴に携わられてきて2年前3年前にブランドができたとおっしゃってましたけど、そのなんか自分のご自身のブランドをこう構えようって思ったきっかけとかってあったんですか。は、まあ、物作ってると、はい、やっぱり朝から晩まで作業して、そうですよね、まあ、あっという間に日が暮れちゃうんですね、はい、まあ、どんな仕事でも、まあでね、あの一生懸命やってればそうなるじゃないですか。はい、わかります。でも会社って、まあ、基本的には分業制で、うん、物を作る人がいれば営業する人がいて、はい、まあ、ブランドだったらブランディングしてくれる仲間がいて、うん、まあ、一個の組織になってると思うんですけど、はい、やっぱり、まあ、僕はその長く靴を、長くって言ってもまあちょっとの期間、そんな10年ちょっとですけど、はい、やってて、うん、まあ、とにかくやっぱ SNS 一個発信するのすら続けられないんですよね。はい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 、せいぜい手元のものをピッと取って、はい、ポンって載せるぐらいで、はい、まあ、だからなんだって感じじゃないですか。まあ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 、よっぽどファンがいればそういうこともなんか嬉しいのかもしれないですけど、どこの誰かも分かんない、そんななんか物作ってる人のそんなもの興味ないだろうとかっていうタイプなんで、まあまあ、そこで、まあ、今一緒にあの会社をやってる、はい、あのパートナーがいて、うん、まあ、そのパートナーが、まあ、サラリーマンやってたんですけど、はい、それを辞めるタイミングで、あのせっかくこうデザインするところから靴を作るところまでできるんだから、はい、自分のブランドをやったらいいのにってずっと言われてたんですけど。あ、ずっと言われてたんですね、はい、まあ、でもなんかこうできないっていうのもなんかちょっと悔しいじゃないですけど、うん、ですけど、まあそうだよねと言いつつ、はい、まあでもホームページ作るのもブランドのロゴを一つ作るのも、はいはい、わかる、そのいやそれはお金を、はい、とにかくお願いしますって払えば出来上がると思いますけど、はい、お金がないからやりたくないとかもったいないからというよりは、うん、なんかどうせやるんだったら、はい、まあまあ、洋服でも何でも靴でも何でもそうだと思いますけど、人にお金を払いたいじゃないですか。ああ、そのだから誰か知らない人に払うよりは、うん、そうです、この人に安心してお願いできるこの人に払いたいっていう人ってことですよね。そうです、はいはいはい、でその今のパートナーがその対象だったんですよ。だからその要するにあのホームページを作ったり、はい、ブランドのロゴを作るのも、もう本当に正直僕はそのなんていうかこうこだわりが強いようで全然強くないんで、なんかいいと思う人がいたら、うん、まあ、その人にどんなものを出してきてもお金を払う、はい、うんうんうん、それでもう最大限できることやってくれたらどんな結果になってもいいっていうタイプなんで、はいはいはい、まあ、そういう人が見つかればそういうことができるかもなぐらいに思ってたんですけど、はい、まあ、その今一緒にやってる石黒っていう、うん、人間が、まあ、そういう対象だったんで、はい、まあ、よろしくっていうのから始まったって感じですね。そこからそうなんかやっぱりブランドって難しいじゃないですか、はい、今日からブランドやりますって言ったらそれってブランド始まるじゃないですか、はいはいはい、でもやっぱりなんか今になって思えばあの時最初じゃあ例えばブランドの色は何色にするのかとか、うんうんうん、その自分たちがどうしてこのブランドを始めたのかっていう思いって、はい、やっぱ一人で始めたら結構なんかうやむやになってくじゃないですか。うん、だ
けど、うん、やっぱりちゃんと、まあ、そのブランドを立ち上げる時からやってたその思いとかっていうのは、はい、やっぱり、まあ、かけたお金とか時間ももちろんそうですけど、はい、なんていうかそういう気持ちってどんどん変わってっちゃうと思うんですよね、はい、だからその最初の時の気持ちとかを忘れないように、うん、まあ、ブランドブックを作って自分たちがなんでこういうことを始めたのかとか、はい、でやっぱ作ったものを更新しなかったら人って見なくなっていくじゃないですか。そうですね。まあ、だからそういうホームページとかを作るたり、うん、ブランドを作るんだったらそれをやっぱり的確になんかちゃんと運営してくれる仲間がいればそれができると思ったんで、はい、まあ、そこに、まあ、あのなんかそういう仲間ができたので、まあ、ブランドを始めたっていう感じなんで、うん、僕がなんかその熱い思いがあってブランドをやりたいとかっていう形ではない、なんかもうなんか僕の人生みたいですよね。なんかうちの靴を、そこがいいじゃないですか。靴を作る、はい、靴職人になりたくてこうなったわけじゃないみたいな形で、なんかいい加減ですよね。すごい。いやいや、そなんかそのいい加減ってことは僕ふさわしくないと思いますけど。いやでもまあまあまあなんていうか。いいじゃないですか。すごく素敵じゃないですか。まあなるようになったって感じですよね。まあなるようになったっていうか、でも本当になんか。はい、もう本当僕でもできるからもう絶対みんなできるだろうなってめっちゃ思いますよ。本当になんかとにかく毎日朝早く起きて夜遅くまで働ける人だったら全員靴作れるようになれるし、あのブランドだって仕事だって一生懸命やってたらあの誰かが見てくれてるじゃないですか。それはもちろんそうなんですけどね。いやそれも靴が好きな方だったらもちろんできるかもしれないですけど、いやまあ確かに、うん、その好きなことじゃなかったらまあ誰でもっていうのは僕はちょっとどうかと思いますけど、でも多分それが井出さんが好きだったというか、こう肌に合ってたというか、まあそうですね、なんか靴が好きっていうよりは、ね、この靴を作る作業が自分のその肌感に合ってるっていうのが結構、そういうことですよね。正解ですよね、はいはい、で石黒さんにその、はい、まあ、もともと誘われていて、でそういう誘われてるっていうか、誘われてっていうかその、うん、やったらって言われてて、そうですね、まあ、家族みたいな仲間なんで、うんうん、なんていうかもともとずっと本当に友達というか、はい、家族ぐるみで仲のいい、いいですね、そのそうなんですよね。だから結構不思議でなんていうかこう、うん、不思議な関係です、ね、はいはい、うん、で、まあ、石黒さんがホームページの更新とか SNS とかやってくださるとか、そうですね、営業をしてくれたり、あ、そうですそうです、うん、そういうことですね。でどうですか、こう 2,3 年ブランドが立ち上がって今経ったわけですけど、うん、はい、やってみてなんか面白かったこと、嬉しかったこととかってあったりする？面白かったことは、はい、うん、やっぱりフラットだからあんまりないですか？いやいやいや、ありますよ。冗談です、分かってます。それはあります。でもその自分が何かを達成したかとかそういうことはやっぱ相変わらず興味ないですけど、うんうん、はい、なんかこう一緒にやってくれてる、まあ、スタッフとか、うん、まあ、石黒も含めて仲間が増えたり、 まあ、あとはなんて言うんだろう、まあ、石見さんたち含めて その一緒に何かをやってくれる人がいるっていうのが、なんていうかこうなんか誰でも自分じゃなきゃできないことをやりたいじゃないですか、はい、まあまあまあそういう気持ちはありますよね。例えば誰かに雇われてたとしても、うん、なんかこれ自分じゃなくてもいいんだよなってことほどなんかちょっと悲しいことはなくて、うん、はいはい、まあ、まあそれもやっぱ自分がやりたいことだけやって生活していくのってすごい極めて難しいと思うんですけど、はい、やっぱそのバランスがあるじゃないですか、はい、嫌だなと思うこともあればやりたいということもあって、はい、このなんていうかこうグラ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 していくのが人生だと思ってるんで、はい、はい、まあ一人でやってた時の方が楽だなと思うこともめっちゃありますよ、ね、あ、ありますか。めちゃくちゃあります。そだけどやっぱり総じて、うん、なんていうか誰かと何かをやるということ、うん、なんか本当小学生みたいですけど、はい、いえいえいえ、なんかそれは、うん、やっぱ2年か3年かやって、うん、まあもちろん売り上げっていうことも大事ですけど、はい、なんていうかこう関わってくれてる人がまあなんか楽しそうにしてくれたり、いや素敵、すごい素敵、まあまあまあなんか、まあ、その方がなんか嬉しいですよね。なんか売れることももうもちろん売れないとしょうがないですけど、大事なんだけど、
はい、まあ、そこがやっぱりなんていうかいいというか、はい、いや何度でもなんかこうやる気になる、そのなんか栄養になるという、はい、井出さんのお人柄がすごい伝わる。そういう話、そう、そういう、いやいや別に、いや僕そういう話聞きたかったんですよ。あ、そうなんですね。もちろん靴の話もメインですけど、そう、いやでも本当に素敵な話。なんか今後近々とかまた決まってるオーダー会とかあったりするんですか？はい、4月にまた大阪ですぐですね、割と決まっていて、まあ、それは多分近日中に、はい、告知はすると思うんですけど、はい、逆に他は特に何も決まってないです。あ、そうですか、はい、うんうん、でもまた TWTG さんで、そうですね、ですね、はい、はい、分かりました、はい、というわけで、はい、フィスキーの井出さんにお話を伺いましたけれども、ホームページとか SNS にもっと他の靴もね載ってますよね。そうですね、はい、なので、うん、定期的に更新もちゃんとしてるんで、はい、石黒さんがしてくださいますので、はいはい、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。またぜひどこかでよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ失礼します。